ペアリングの、まあ、ブレてる音みたいですね。だんだんこの音がね、大きくなってきて、下手したらタイヤが取れるというね、まあ、そんな恐ろしい症状らしいので、まあ、今日これね、修理にようやく出すことになりましたが、ということで、前々から言うてるね、ホイールベアリングの修理にようやく行くことになりました。さあ、これがどのように修理されるのか、お届けしたいと思いますよ。はい、ということで、この音聞こえますかね。覚えておいてください、この音をね。で、修理もですね、前からお世話になっております、アールズオートさん、茨城県の坂東市ですね。まあ、たまたま坂東市の方で今日仕事があるので、まあ、それにね合わせていただいて今日持っていくことになりました。でもうね、気になる値段最初に言っときますね。この値段がですね、見積もりの方、貼らせていただきますけども、84,000円ほどでした。消費税合わせてなので、消費税抜いたらね7万いくらかなんですが、左右のね、部品代と工賃でこの料金になっております。でやっぱしね、年月を経ってる車なんで、固着してて、なかなかね、取り付け工事っていうかね、その作業が進まない場合もあるっていうので、2、3日かかる場合もあれば、1日でできる場合もあると、いうことだったので、日にちもね、まあ、結構余裕を見といた方がいいなっていうのと、まあ、その際にね、何か追加が発生したら、その時またお話しさせてもらいますということだったんで、料金はね、まだこの料金かどうかというのは分かんないんですが、一応、もうこの料金は支払っております。多分これでいけると思うんですよね。はい、ということで、今から行ってまいりますので、どのようなね、修理になるのかまたお知らせしたいと思います。前のボールベアリング、前の
右のボールベアリングがちょっとその劣化をしてて交換しなきゃいけないという話でした。これもね、気づいてたんですよね。納車された後に違和感は感じてたんですよ。だからそれをね、ちゃんとね、試乗した時に話せてれば、直してもらえたかもしれませんね。ちなみに動画でも出してるんですけども、部品代が8000円の工事が2万3000円かなかかりましたね。はい。であとですね、今回の、後ろのホイールベアリングですね、これもこのボーっていう音が気になって持っていったら、教育ね、アールズオートさんに持っていったら、これってね、ボールベアリングですよっていうことを言ってもらえたんですが、これも最初から思ってたんですよ。なんかちょっとマフラーいいの入ってんのかなとかね、ちょっとかっこいいなとか思ったんですよ。ふおーって言って走るんで、違ったですね。全然違いましたね。なのでこれもね、最初に乗っとけば気づいたと思います。この足回り、これはやっぱ試乗しなきゃ分かんないですね。で今でみたいな、ど素人でも違和感感じました。普通の車とちょっと違うなっていうような、で違和感感じたらもう言うべきですね。これってどうなんですかって、まあその時にね、シラを切られるのか、ああそうですねって言って直してくれるのか、まあその辺もね、見ながら車屋さんも選んだ方がいいなと思いますね。ちなみに、試乗はできてないんですが、車屋さんの敷地内でね、エンジンかけて少しだけ上下じゃないな、前後運転させてもらった時に、微妙なそのエンジンの揺れを感じたんですね。一応言っとけと思って言ったんですよ。エンジンのことなんでね、何か後であって高くついて嫌なんで言っといたんですよね。そしたらやっぱりそのエンジンマウントがおかしいみたいで、本国から取り寄せて修理して納車という形になりました。まあ、そのため納車の時間がちょっとね、伸びちゃったんですけども、でも言われましたよ、これ10万以上かかりました。分からないことは分からないって言ってくれた方がいいですね。はい。
い、ということで間もなく、茨城県坂東市に近づいてきましたので行っていきたいと思います。さあ、そろそろアールズオートさんに着きますね。さあ、到着です。アールズオートさんマックス、こちらですね。はい、こちらから入りたいと思います。あ、パトリオットまだある。製薬車、製薬パトリオットが。こんにちは。ちょっと早かったですか？あ、大丈夫です。あ、本当ですか？大丈夫です。じゃあ、すみません。よいしょ。ということで、アールズオートさんに来ました。来ましたね。このテロップもかっこいいな。はい、じゃあ預けたいと思います。かっこいいな。万が一作業をやってる工程中に何か追加でとか、はい、交換必要なものとか出てきた場合ご連絡します。はい、やる前に電話で結構なんで。はい、はい、そういう形で、はいはい、よろしくお願いします。なんか、はい、どうぞ。こっちはチェックランプの方つきました？いや、それが消えました。つかないですか？はい、で、クルーズコントロールも使えますそのもんですか？そうですね、あの外車は突破せんかなについて、あ、クリアにするとその後しばらくつかなかったりすることもあるんですけど、うん、あとここのね、これがつかないんですけど、これってミラーのヒーターですか？ミラーヒーター。あー、なんかリアのヒーターと連動してそうですよ、ね、クーってつかなんで、うんうん、ヒューズかな、ヒューズとか見といてもらえるかな。リアヒーターも使えないじゃん。いや、あ、このランプつくんですけど、はい、使った音なんで聞いてるかどうかわかんない。これも聞いてないのは聞いてないですか？ランプがつかないんで。ああ、なるほど。スイッチ1個なんでヒューズ一緒だったと思うんですけどね。あ、やっぱりちらっと見ときます。すいません。はい、あと音は、はい、音質は変わってないんですけど、はい、ちょっと大きくなったかなみたいな気がします。これ修理したらあんな音鳴らなくなるんですか？鳴らなくなります。めちゃくちゃやっぱうるさいんですよね。いや、よく乗ってたなっていう。そうですか。あの車屋からすると、はいはい、あの結構大きな音なんで。そうですよね、うん、僕マフラーと思ってて、うん、いや、うん、確かに勘違いする可能性はあります、ね。富士壺入ってんのかな。いいマフラー、ね、いいマフラー入ってんのかなと思ったんですけど違いましたね。そう、 あと全然関係ないんですけどね、はい、これリフトアップしてタイヤそのままでもうチャッチいんですよね。ちょっとタイヤを、はい、まあ、今じゃないですけど、はい、大きくするか。でも大きくしたらメーター狂いますよね。狂います、うん、はい、せめてちょっとパターンの違うやつで、はい、もうちょっとこっちに出したいなと思うんですけど、はい、その時はスペーサーできるんですか？そうですね、スペーサー、ただ、うん、ことの差が結構あるんですよ。はい、なんで、うん、満足いく形にするスペーサーって結構薄いんで。あ、薄い、はい、満足するようなものにはならないと思う、うん、なるほど。スペーサー入れると入れてもそう変わんない。そんなに。なるほど。見た目が大きく、うん、じゃあホイールのオフセットで変えるぐらいしかない。そう、あとは、うん、ワイドスペーサーっていって厚いやつあるんですけど、はい、これ用で出ていないと思います。あ、なるほど、うん、よくスポーツカーとかで、うん、うん、あるんですけど。どうしてるんでしょうね、もうちょっとこのごっつく見えるやつは。オールテレンとかマットテレンっていう、はい、こういうタイヤを乗ると、はい、あの四駆っぽくなってここがプコッとなるから。そう、横側が、ただまあこういうのは全部サイズアップしちゃってるんで、はい、メーター狂っちゃってます。なるほど、うん、まあ、そこが気にならないようであれば、幅ももうちょっと、要はここの厚さが厚くなって、はい、それが潰れて横に出るっていうイメージなんで、
結局そのメーターが来るのを気にしてないければ、はい、運転には支障はないですか？支障はないですね。ただあれ100キロだったのに、うん、って言ってタイヤ大きくなっちゃってるんで、うん、思っているよりスピード出て、うん、切符切られるっていう。あ、そういうケースがあるんですね。まあ、なるほど。可能性はゼロじゃない、まあ、でも頭に入れとけば。じゃあ燃費とかああいう景気類というかデータも全部来るんですね。そうですね、当てにはなんだけど、まあ、今当てになってるかどうか分かんないですけど、ね、そこが、うん、いや音が静かになるだけでも危険は危険ですもんね、このまま。そうですね、まあ今までいないですけど、うん、最悪は外れちゃうので。僕は張りますね。スカイライン乗った時に、はい、前のタイヤブルブルって言い出せなかったら、はい、コロンコロンコロンっていきます、ね、乗ってるガーンと危なかったです。危ない、それは危ないです、うんうんうん、そうそう、そういうケースが、うん、張りました。じゃあよろしくお願いします。はい、分かりました。はい、大丈夫です。はい、ということでしばらくおさらばです。じゃあね、パトちゃん。ついにアールズオートさんに預けちゃいました、パトリオット。さあどうなって帰ってくるのか。チェロキーの隣に止まっております。そしてこのチェロキーの隣に映ってるのは、そう、あのパトリオットです。